はい、今日はね、Amazon で買ってはいけないスケボーということでちょっとお話していこうかなと思います。まあ、きっとね、これ見てる皆さんはスケボー買ってみたいけどどういうの買えばいいのかわからないとか、1万円以上するやつやったら大体大丈夫って聞いたけど、まあ、実際どんなもの買っていいかわからないとか、でもうショップにねすでに行っていいの買ってきたんだけど安いやつ実際あるじゃないですか、ネットとかでね。でそれってどう違うのとか、で逆に Amazon とかで安いやつ買ってみたんだけどちょっと乗ったら全然進まないけどこれって大丈夫なんかなとか、まあ、そんな感じに思ってる方が見てるんじゃないかなと思います。でこの動画では Amazon とか、まあ、楽天とかあると思うんですけど、ネットでスケボー買うときに、まあ、どういうの買えばいいのかっていうのが、まあ、なんとなくちょっと分かるような感じで説明していこうかなと思います。はい、ということでね、こういう感じのねことをねちょっと説明していこうかなと思います。だいたい買うなら、1万円ぐらいが価格ボーダーです。ただ今はちょっとね粗悪品が結構あったりするんで注意しましょうっていう話が一つで、それから商品のね偽情報っていうのが結構あるんでこれに注意しましょうっていう話と、でね結構ね騙されやすいんですけど最初よくて後でね品質が途中で変わるなんてこともあります。でそれが一つで、じゃあねアマゾンどこで買ったらいいのとか分かんないじゃないですか。でその見極め方っていうのを、まあ、最後にねちょっと説明しようかなというふうに思ってます。で結論から言っちゃうと1万円以下のスケボーっていうのは基本的にはおすすめしないです。なんですけどどうしてもねやっぱり安く買いたいとかっていう方はいると思うんですよ。長く続けるかどうか分からへんし、とりあえずちょっと安いので様子見たいという方もいると思うんで、まあ、そういう方のためにある程度ねこうどういうのを選んだらいいかっていう、まあ、そういう指標みたいなのをこれからちょっとねお話ししようと思うんで、まあ、つまんでね要素をねチェックしていただけたらと思います。でこれを話そうと思ったのはちょっとねYouTube の書き込みの方に、こんなような内容をね書いていただきました。でそれ見てちょっとやっぱりこれ話しといた方がいいかなと思ったんです。で、まあ、他にもね結構いろいろ書いていただいてこれはちょっとみんな迷うんじゃないかなと思ったんですね。なんで、まあ、ちょっとそういうところを、今からお話ししようかなと思います。はい、はい、こんな感じでお話ししていこうかなと思うんですけれども、僕のこの FS コムチャンネルでは今回みたいなノウハウ系の話とか、まあ、初心者向けのハウツーとかみんなでワイワイ滑ってるやつとかスケボーの皆さんの多分ためになるような情報を発信していってます。もしよかったらね説明欄に人気ある動画とか貼っとくんで後でチャンネル登録とかポチッとやっていただいてチェックしてもらえると嬉しいです。はい、じゃあやっていきます。でまず一つ目ですね、価格ボーダーはだいたい1万円ぐらいで、1万円以下のはやめといた方がいいって言ってた話なんですけど、それなんでかっていうとやっぱりねまともに走れる技ができるっていうスケボー作ろうと思ったらどんなに安い部品を集めてきてもだいたい1万円ちょっと超えてきます。まあだいたい1万2、3000円ぐらいはかかると思います。お店でコンプリートスケボーショップとか紫スポーツさんとか行った時にコンプリートって出来上がったスケボー売ってると思うんですけれども、それで普通に乗れて技ができるようなものそういうのを作ろうと思ったらだいたい1万2、3000円ぐらいかかります。まあ頑張っても1万円台かな、まあ、9800円とか1万円切るギリギリのとこ狙ってきてるお店なんかもあるんですけど、まあそこら辺ですね。スケボーショップで売られてるものだったら、まあ、まず間違いないかなと思うんですけど、まあ、その辺をボーダーラインかなと、考えてもらえたらいいと思います。でもう一つ言うとそれ以下になってくると、まあ、できないことはないんですけどやっぱり品質が、ね、どうしても悪くなるんですね。トラックって言われてる金属で支えてる部分あるじゃないですか、タイヤとか辺が要は金属スカスカですぐ割れてしまったりとか、あとはそのウィールって言われてるタイヤの部分ですね、あれがボロボロになったりとか、ベアリング、それの中で支えてるコマみたいなやつあると思うんですけど、あそこがすぐ壊れちゃうとか、結局そのやっぱり気持ちよく滑れないとスケボーって面白くないじゃないですか。とりあえず、まあ、乗れればいいっていうんであれば、そのデッキっていうこの木の部分ね、木の部分が弱いやつ、まあ、わざとかやったら割れるかもしれないけど乗れたらいいやっていうぐらいやったら、まあ、そこはちょっとコスト下げてすごい安いの使ってもいいと思うんですけど、やっぱりその気持ちよく滑ろうと思ったらこのウィールって言われてるタイヤの部分とか、あとその転がるところですね、ベアリングっていうのがしっかりしてないとやっぱり進むもんも進まないんですよね。そもそもスケボーって進んで遊ぶものなのに、そこがケチられてたらスケボーの楽しさを感じ取れないままに終わってしまうって、それはちょっとね残念やと思うんで、まあ少なくとも、まあ、そこはしっかり見た方がいいと思います。はい、で今の話の続きなんですけど、ボーダー1万円前後っていう話をしたんですけど、ちょっとね気をつけないといけないのは、今ネットとかで売られてる1万円前後のやつの中にも
粗悪品が含まれている場合があります。ちょっと前まで3000円とか5000円台で売られてたやつ、あれを商品全く買えないでですよ、1万1000円とか1万2000円とかっていう、そんな価格付けをして売ってるサイトがあったりします。でこれなんでかっていうと、今コロナ影響で一人でできるスポーツってスケボーが結構ね注目されてるんですよ。あれ板1枚あれば場所さえあればどこでもできるじゃないですか。だから今始めようっていう方も結構増えてきたりしてると思うんですけど、それにね便乗してというか、要は店頭にコンプリートっていう完成品が売ってないから、じゃあっていうんで、結構ねネットとかやっぱ売れてるんですね。なんで海外 の, その出品してる会社さんとかが、今まで3000円で売ってたやつとかを1万1000円とか1万2000円とかっていう値付けをして売ってたりするんですね。で、僕も含めてなんですけど、サイトで情報発信してるような方が、どういうのを選んだらいいって言った時に、だいたい価格ボーダー1万円から1万2、3000円ぐらい、この辺を選べば間違いないですなんていうことを書いてたりするんですね。で僕も過去に書いた記事でそういうことを書いてるんで、スケボーをやりたいと思って先に情報をね検索して調べてたような方、そんなような方たちは多分、だいたい頭にそのぐらいのもん買えば大丈夫っていうふうに思ってると思うんですね。ここが危険で、じゃあっていうんで調べた時に、それぐらいの価格帯のものがこうずらっと並ぶじゃないですか。アマゾンとかでスケボー初心者とかって調べたらバーって並んで、それ見た時に、1万2、3000円ぐらい、この辺やったら大丈夫かなって言ってポチってやったら、これアウトです。絶対アウトで、これ本当気をつけてください。後でもう最後にね、何回も言ってますけど、見分け方ちょっと教えるんで、そこちょっとチェックして、買うようにしてみてください。はいはい、続いては商品スペックの偽情報に注意しましょうっていう話です。そもそも商品情報ってスペック正しく書かれてあって、でそれを見て僕ら判断するじゃないですか。で商品情報に嘘書かれてるんですよ。嘘書かれてるっていうか、多分ね出品者さんが知識がもう全然ないから、悪気なく嘘書いてるケースがあったりします。悪気あるのかないのかもう正直判断つかないような商品説明が書かれてあったりするんですね。でちょっとね僕さっき見てたんですよ。もうちょっと読んじゃうんですけど、これとかね、トラックのことを頑丈なアルミ合金ブラケットとか書いてあったりとか、それからウィールの説明のところにはウィールが4つとも抵抗性の良い素材で作られて、抵抗良かったらダメじゃないですか。ちゃんと転がらないといけないわけだから、ウィールもベアリングも抵抗なくスムーズに回らないといけない。もうなんか真逆のこと書いてあったりするんですね。他にもちょっとねすげえ面白いやつとかあるんで、ちょっと今ここに出してると思うんですけど、もうねもうめちゃくちゃなんですよ。車の宣伝ですかみたいな、そんなような商品説明もあったりするんで、ほぼほぼそういうところは商品説明はもう全然信じられないです。だからもうあと信じられるのはレビューですね。でもレビューもこれも桜がいっぱいいるんで、こう5と1がめっちゃばらけてるとかはやめた方がいいです。で1のとこくまなく見て、1が多分本当のことやと思います。壊れたとか写真載っけてる人とかいるんで、もうこれ見たらもうアウトやなっていうのが判断できると思うか、そういうとこもねしっかり見ましょうっていう話ですね。はいはい、それから品質が途中で変わるっていうケースがあると認識しておいてください。で最初出品された時は結構まともなもので売られてあったとしても、途中で物が変わってるっていうケースがあるんですね。デッキとか多分変わってないと思うんですけど、ウィールとかベアリングが途中で違うものに変わってたりするケースがあります。でこれ本当注意しないといけないんで、なんていうのかな、やっぱりそのメーカーさんって安いとこから部品集めてきて組んだ方がやっぱりコスト的にも下がるじゃないですか。で今って本当にそのコロナの時期で、そもそもその今まで使ってた部品が調達できないとかっていうようなケースがあったりするんですね。でそうなるともうどうするかっていうと、同じように商品売ろうと思ったら違うメーカーさんとかから部品持ってくるしかないんですよ。でその持ってきた部品が一応ねスペック上は全く同じだって言ってても、さっきの話でコンプリートがスペックと全然違うっていうのと同じように、その作ってるコンプリート作ってるメーカーさんが他の部品のメーカーさんから持ってくるときに、同じスペックのものを買ってきたつもりでも違ったケースで、そのメーカーさんはそういうスペックのもの買ってきたからこれで商品説明出せばいいやっていうふうに思ってるようなケースも多分中にはあると思うんですよ。そういうケースかどうかわからないですけど、なんせね中身が変わっているようなことがあるので、そこはね無名のメーカーとか、
ップじゃないスケボーショップじゃないところは、まあ、そういうこと平気であったりするんで気をつけた方がいいかなと思います。特にあの海外から直送してくるようなケースで、こういう場合ってあのクレームとかもやっぱり入れにくいじゃないですか。だからあの本当にね、あの安物買いの銭を失いってことになりかねないので、まあ、その辺はまあリスクだと思って、別に家をちょっと壊れてもって思ってる方はまあまあそれでも構わないと思うんですけど、まあ、これからちょっとスケボーを続けてて技もやってみたいなんて方は、まあ、その辺はねぜひ注意して選んでみていただけたらなと思います。はい、はい、ということで、ね、ちょっと長々と喋っちゃったんですけど、多分皆さんここが一番知りたいと思うんですね。あのいいショップ、いい商品でどうやって選べばいいのっていうところなんですけど、あの、まあ、Amazon に限ってなんですけど、見分ける方法、簡単に見分ける方法があります。結構有名なんで、もしかしたら皆さんの中にも知ってる方いるかもしれないんですけど、桜チェッカーって聞いたことないですかね。あの要はレビューが正しいかどうか、まあ、ショップのその信頼度みたいなやつ、ショップというか、まあ、商品の信頼度か、そういうのが測れるサイトになってます。でさっきのやつをねちょっと入れてみようかなと思うんですけど、ここに入れて、さあ表示してみると、危険度、まあ、5段階評価で 2.20 で、危険と出てます。でこれちょっと見ていただくと分かると思うんですが、価格、製品、ショップ情報、もう全部危険になってますね。レビュー日付っていうのはちょっとよくわからないですけど、レビューも 95% 危険ということで、まあ庶民何も信用できへんみたいな感じですよね。まあ、こういうとこは、まあ、避けた方がいいです。あのなので、まあ、ちょっとねこの辺も参考にしながら、まあ、ぜひ選んでみていただけたらと思います。でもう一つ言うと、あのこの桜チェッカーのレビューだけじゃなくて、ショップをねちょっと辿っていけばいいんじゃないかなと思います。あの日本のショップでちゃんと実店舗構えているようなとこだったら、まあ、ほぼほぼ大丈夫じゃないかなと思います。お店でちゃんとスケボー売ってるようなところが出してるコンプリートのやつで、まあ、1万前後のものっていうんだったらまず間違いないです。でその辺をちょっとね選んでいけばいいんじゃないかなと思います。はいはい、ということでね、いろいろとその見分け方お伝えしてきたわけなんですけれども、結局安くてまともなやつないんかいって思った方がほとんどじゃないかなと思います。あのまあ中にはあると思うんですよ。でもそれ探すの結構大変じゃないですか。で多分そこを一生懸命探してると1週間とか平気で時間使っちゃうと思うんですね。で僕の個人的な考え方なんですけど、その時間使うんやったらもうさっさとねショップ行くとか、まあ、そショップが運営してるお店ですね、通販のお店に行って、でそこでまあ1万円ぐらい出してちゃんとしたコンプリート買う。でこれが一番いいと思います。間違いないです。まあ、そうは言ってもって方は、あの今僕らが話してきたようなことを、まあ、一応ね注意しながら、まあ、選んでいただけたらと思います。はい、そんな感じで今日は終わろうと思うんですけれども、スケボー系の情報をいろいろ発信してます。でもしよかったらチャンネル登録とかしていただいて、次が出るのをお待ちいただけたらと思います。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。